ポーリーン・パルマンティエワは,は、フランス局出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーでシングルス4勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス40位、ダブルス89位。身長175センチメートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳でテニスを始め、2000年にプロに転向。 4大大会では2005年全仏オープンで主催者、推薦選手として初出場した。1回戦で、リベタ・ベネスバに5から7、4から6で敗れた。2007年10月のタシケント大会の決勝で、ビクトリア・ザレンカを7号、6年で破り WTA シングルス初優勝を果たした。2008年7月のバートガシュタイン大会で2勝目を挙げた。 2008年7月21日付のランキングで自己最高のシングルス40位を記録している。北京五輪にも出場し、1回戦でスロバキアのドミニカチブルコバニー1から6、5から7で敗れ初戦で敗退している。2014年全仏オープンでは1回戦で、第17シードのロベルタ・ビンチ、2回戦で、ヤロスラワ・シューエドは3回戦で、 モナバルテルを破り4大大会自己最高の4回戦に進出している。4回戦でカルビネムグルサ24626で敗退した。2018年4月のイスタンブール大会の決勝でポロナヘルツゴ643663で破り10年ぶりのツアー3勝目を挙げた。2020年全仏オープンを最後に34歳で現役を引退した。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます